はい、皆さんこんにちは。変声期が治らない A の16歳、本当は25歳森有でございます。緊急に取らねばならぬと思って取ったんですけれど、明日は森マムの誕生日でございます。おめでとう。何歳になったんだろう、わかんない。48から数えてない気がするんですよね。なんか AKB 加入したよね、おめでとうみたいな感じで言った記憶があって、で森マムのあれですよ、シスターに至るというか、妹様がですね、46で「あ、乃木坂加入したね」って言ったまでは覚えてるんですけど、で乃木坂になってから AKB へ移籍したっていう話は聞いて。まあいろいろなんで移籍っていうとまたよくわからなくなっちゃうけど、まあとりあえず48を超えたっていう話をねしてたわけよ。でマム何歳ってなって、ちょっとねマムの年齢わかんないんですよね。でみんなさ、お母さんお父さんの年齢知ってる？なんか意外とさ、今回のこと聞いたのよ、私。すげえ話してるな。いや、今回のことで自分のお母さんの年齢って意外と知ってるのか知らないもんなのかっていうところですごい気になってて、なんか意外と知らないのかなと思って。皆さんの誕生日はさすがにさ、でも意外と半々かもしれないね。親の誕生日って言われたら「えっ?」って一回なるかもしれないんだけど、森ママの誕生日はいろいろっていう、11月16でいろいろって覚えてるんですけど、全然色でも何でもないんだけど、まあいい色々みたいな感じでちっちゃい時に覚えた気がするんですけど、で森マムの、誕生日にじゃあ森有が何をあげたかっていうとですね、森マムっていう人もいると思うんですけど、有マムって呼んだりとかする時もあるんだけども、とりあえずマムの誕生日にあげたのがアンクルージュのパーカー、ピンクのパーカーをあげました。いや、それね、動画撮っとけばよかったんですよ。このどういうのあげたよっていうのは、うさぎの耳がねこうシューって生えてるパーカーなんですけど、森ママもあれなんですよ、ちょっとなんかちょっとっていうかもう相当ヒラヒラが好きなんですけど、ピンクでヒラヒラな感じで、でまあ50キロないぐらいですかね、多分48ぐらいかな。うんで、私と背が一緒ですね、162のまあ普通に細い人なんですけど、いや、むしろなんか私の方がなんて姉に見られて妹に見られるっていう、その森マムのシスターに至るその、まあ、妹ですね。すげえくどい言い方、なんか妹が私のお母さんに見えるっていうね、すげえよくわかんないあべこべな感じの、はいいろいろで、森マムのシスターはいつも動画を見てくれてるんですけど、まあ、皆さん協力的で動画を見てくれて、何もネタがない日にこうね、こんな日にねこういう、まあ、森ママの誕生日だからなんだと、まあ、とりあえず森ママの誕生日ですっていうのを残しておこうかなっていう、はいただのそういう日記ですね。ブログよりブログですね。はいでですよ、で私今日その森ママの誕生日である日はですね、本来ならね実家に帰ってまあ、みんなでお祝いするなり、みゆくんと犬ですね、犬という名のモコモコの王子なんですけれども、そのモコモコくんと過ごそうと思っていたんですけれども、まあ私はちょっと旦那はんとご飯に行くと思います。はいちょっとねまあ一応メールだけして2人で「おめでとうございます」っていう感じで言って、まあ今年の誕生日は終えたいかなと。1ヶ月前にねもう渡しちゃったんですよ、誕生日プレゼント。結構早かったから、早いよね、ちょっとなんか早すぎる誕生日プレゼント渡しとくわはいみたいな感じで渡したんで、はい、ということで今日ねすっげえ具合悪いんだけどね、今から打ち合わせ行かなきゃいけない。ちょっとねほんとむくみが最近やばいんですよね。全身ねむくんでてちょっとやばいんで、そろそろリンパマッサージ行こうかなと思っている森有でございました。ということで、はい、皆さんもりまめの誕生日ということなので、皆さんもしかしたらね、誕生日の子いるかもしれないので、おめでとうございます。はい。ということで、いい誕生日を皆さん過ごしてください。無理やりでした。というか、皆さんむしろ毎日誕生日だよね。だって、そうよね。365日含め、プラス1日の方もいるんだもんね、うるう年のね。そうよ、そうよ。そう考えたら、皆さん毎日誕生日じゃん。毎日おめでとうじゃん。毎日おめでとうって言っとこうかな。まあ、とりあえず皆さん誕生日おめでとうございます。過ぎた方も過ぎてない方もおめでとうございます。そして森マムの誕生日おめでとうございます。はい。で、私は4月4日オカマの日おめでとうございます。もう過ぎてます。全然過ぎてます。ということで、声が出ないところで仕事に行っていきたいと思います。おつわりです。Twitter、インスタグラム、バイの ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで、次の動画もお楽しみに。チャンネル登録してね。